微行類。微行類は動物学論文のパロディ作品である書籍の題名、およびその書籍で紹介される、架空の動物の名である。現著の正式な題名は、バウントレーベンであらいなら段社、微行類の構造と生活。著者は、ハラルト・シュテュンプケ、ハラルド・スタンプックとしているが、これは架空の人物であり、実際には、ドイツの動物学者、ゲロルフ・シュタイナー、 1908年5月22日から2009年8月14日である。作中では、この書籍は、シュティウンプ家の遺構である美行類についての調査報告書を友人であるシュタイナーがまとめたものとしており、シュティウンプ家は美行類の現地調査に向かった後に型不明になったとされている。美行類は、ハラルトシュティウンプ家名義で書かれた架空の生き物、 微業類を解説した書籍である。1961年発行。フィクションではあるが、生物学の学術書によくある、特定の分類群に関する創設の形式を巧みに表現してあり、個々の動物の記述は客観的かつ冷静である。特に、一つの群島における、哺乳類の一分類群の適応放算をシミュレートするという試みにおいても、 興味深いものである。花で歩くというのが、いかにも奇妙であるが、考えてみれば、象の花でも随分と奇妙であるし、生物界には、びっくりするような適応の例はいくらでもある。しかし、それが花であることが一種のおかしみを醸し出している。さらにダンボ花歩きなどは、耳を羽ばたかせて飛ぶというディズニーアニメのダンボを、生物学的に具現化して見せたものである。それ以外にも、 寄生性の哺乳類など実在しないものを無理やり作り出したものもある。なお、顔を鼻に遺体させて虫を取るという鼻もどきなどはほぼ同様の案がアフターマンでも使われており、いわばアイディアの修練が見られる。イカもどきは専門粘液接触を陸上のしかも哺乳類にさせる思考実験とも取れる。その学術論文のパロディとしての完成度はかなり高い。 微行類についての記述のみならず、ハイアイアイ群島の現地人の文化や、微行類研究の歴史なども、それらしく、描かれている。また、巻末の参考文献一覧なども、一見の価値がある。その系統樹を完全なものとしては描かず、多くの疑問や哀説を含む形で提出するあたりにも、学術論文的なリアリティがある。また、 チハ花類の項では単にこの架空の分類群のみならず、変形動物門、三義鳥類の系統にまで話を広げるあたりは、いかにも意欲的な研究者の書きそうな話でもあ線画による、細密画も生物学論文的なもので、時に違ったタッチのものが混じるのは、総論的な学術論文ではよくある。他の研究者の論文からの引用によって異なった。 タッチの図が入り混じるいう事実を巧みに模したものである。古い歌、これは実在するの引用から始まり、各実験による島の消滅という終焉を末尾に、置くというドラマチックな構成は、単なるパロディ論文というよりは、論文という体裁を取った一つのおとぎ話としても、成立している。サイエンスフィクションならぬ、バイオロジーフィクション作品と呼べるであろう。なお、 本文中では初めに少し説明がある以外には言及がないが、この島は極めて古い時代に孤立して以降独自の進化の道をたどっており、そのために高等な昆虫が欠けている。従って図中に描かれている昆虫はいずれもゴキブリやカゲロウなど古い型のものかそれに由来するものであり、よく見るとそれらしく描かれている。微行類は 後に表された、平行植物及び、アフターマンと合わせて、生物系三大基礎と呼ばれることがある。このうち、平行植物が民族学的書籍の、アフターマンが一般向け科学解説書、あるいは子供向け科学図いのパロディーの体裁を取るのに対して、微行類は徹底して、科学分野の専門書のパロディーである。そのため、関わりを持つ人物には、 生物学の専門家が多い。上記のように本当の作者も動物学者であるし、日本語訳は一級の動物行動学者である、日高敏孝が行っている。フランス語版には、フランス動物学会の重人、グラーセが序文を書き、総合学説で説明できるのか、小人腹歩きは、微行類なのか、について否定的な疑問を提すると、 シンプソンが、サイエンスの書評にてグラーセの見解に対し、総合学説で、説明可能であり、小人鼻歩きは、微行類であると反論した。本書の評価本、シュテンプケ氏の微行類から分析と、シロンゲーステチョ、今泉役が出版されている。このか、カタクラ、マダラの、動物の多様性、2007年、バイフー館では標本に関する議論の中でこの書を、取り上げ、 それが虚構であることには、一切触れずに、標本が存在しないため、これを確認することが不可能であることを惜しみ、フランスの博物館にて一時展示されていた、花すススリ花歩きの剥製、当然作り物であるについて、その時に解剖を依頼すればよかったと悔やんでいる。もちろんこれも手の込んだ冗談でる。ドイツのシュテフェン・ボアスは、ジェット花歩きオービランズプリプルセイターピー、ゴニューズが、 微行目における飛行の原理についてという論文を書き、その中でジェット花歩きという新しい微行類について解説している。この論文の和訳は日本語版、微行類の試作者版と白品者版には、ホイとして掲載されていた。荒俣宏は世界大博物図鑑において、フランスでは微行類という分類は認められていない。これは大統領シャルルド・ゴール、 在任期間、1958から1969年が、巨大な花を持つ自分への当てこすりであるとして、パリ植物園への微行類の標本搬入を拒否したためであると記述している。これも、分類の下りは冗談であると思われるが、パリ植物園への標本搬入拒否についての審議は、定かでない。微行類、微行類、架空の学名、雷柄段社、別名。 花歩き、美歩きは同名の書籍に掲載された想像上の生物であるコケモノの一群。微行目、第七段者に分類される哺乳類の一分類群、タクソンであり、1957年までは南太平洋のハイアイアイ群島に生息していたという設定である。南太平洋に存在するハイアイアイ群島に生息していた動物、花を 歩行や捕食等に使用する、滑りやすい、ハイアイアイ群等で、滑って、転ぶのを防ぐために花で体を支えたのが、この得意な進化の発端ではないかとされる。また、ゴキブリなどの昆虫を捕食するために、地面に顔をこすりつけていたことにより、このような進化を遂げたという説もある。なお、花が、歩行器として発達したのと対照的に、多くの軍で獅子の対価が見られ、 一部では講師あるいは、獅子すべてを完全に失った例もある。謎ゲームのように頭を下にして、花で歩く姿が有名であるが、多様な進化を遂げた、微行類の花は、歩行に用いるだけでなく、捕食などにも使用されている。例えば、花すすり花歩き、イムンクテイターソーベンスは、粘着力のある花汁を垂らすことで魚を釣り上げる、ことで知られている。 全14か189種からなる。この生物群は、1942年に、スウェーデン人探検家、エーナール・ペテルスン・イコール・シェム・トクビスト、イナ・ピーターソン・スキャン・トクビストによって発見された。ドイツ人博物学者、ハラルト・シュテュンプケ、CF、ドイツ人動物学者ゲロルフ、シュタイナー、ジャールフ、スタイナーの著書、微行類に詳しい。 1957年の核実験によって引き起こされた地殻変動により、ハイアイ印島は解没、消滅し、この時、微行類も絶滅したとされる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。